えー、宮崎県の HK さん小島さん質問です、はいはいえー。さっき人間が二足歩行になったみたいな話がありましたが、はいはい、崖に登ってってやつねうちの親父は酔っ払った時たまに、えー、四足歩行になりますと。この謎は科学的に解明できそうですか、うん、酔っ払っ払た時にあの 立てなくなるっていうことね。うん、飲み過ぎですね。お父さん、お年ですから優しくしてあげてください。え、ね、あの酔っ払うと寝ちゃう人とかさ、人が変わったみたいになる人とかいろいろいるでしょ。でね、あの酔っ払った人にぜひお願いなんですけど、酔っ払ったら酔っ払ったってバッジつけてくんないかな。 あの、私はあんまりお酒、そんな、酔っ払うまで飲めないから、なんかこう、話しかけられたら真面目に話を聞くわけさ。で、なんかこう、小島ちゃんどう思うのよとかって言われると、いや、だから私はですね、とか答えて、だいぶ経ってから、こいつ酔っ払った じゃねって気がつくんです、ね、そうすると「えちょっと40分ぐらい話してたんだけどずっと酔っ払ってたのこいつ」とか思うとですね腹立たしなんかこう酔っ払ってるなら酔っ払い相手にこう適当にいなしてあげたりとかできたのに全力で答えちゃって返して私の思考思考した時間をみたいなねあの酔っ払ったサインが分かりにくい人まあだからこう四つんばいになっちゃう人とか分かりやすいんですけど酔いが回って絡み酒に入ってきてるのにそれが分かりにくい人本当になんかサイン出してください私。 本当に苦手ですね。